3連休初日の2日、台風19号で被害を受け、他各地には多くのボランティアが集まった。選挙区側の堤防決壊で大きな浸水被害を受けた町。野市の社会福祉協議会は家の中に入った泥を片付ける作業などには人手が必要だ。受け入れ体制も整っており、全国から多くの皆さんに来てほしいと話し、テール長野市のボランティアセンターには朝から多くの人が集まり受付を済ませた。マイクロバスで決壊場所近くの地区などに向かった。ゴミの運び出し作業に加わった岐阜市の会社員南谷正彦さん53は軽トラックが足りないと知り、レンタカーを借りてきた。これから雪が降るとき気になるので早く作業を進めたいと話した。宮城県丸森町にも仙台市や山形市からボラウティアが続々と到着。金山地区の無職伊藤美代子さん84宅には男女5人が訪れ、洗面所や台所にこびりついた泥を雑巾で拭った。伊藤さんは足が悪くて思うように動けないので来てもらえて感激ですと涙ぐんだ。